皆さんこんにちは、島玲奈こと島田玲奈です。今日からとうとうボートレース大村さんで予想をさせていただくことになりました。早速明日4月12日の優勝戦12レース目を予想させていただくんですけれども、今日はですね、実はとっても嬉しいことがありまして、ボートレース玉川さんで初めて2連単に 1.1 万馬力、万馬力して見事的中させてきました。嬉しかった。軍資金2万円が1回は5000、4000円ぐらいまで落ちちゃったっていうか、もうなくなっちゃったんですけど、そっから一気にその1万、1回勝って1万9000ぐらいまで戻って、そっから1万円を1点張りに13やったかな、12レース目にかけて見事当たって、最終的に6万5000ぐらいかなになって帰ってきました。なのでとっても気分がいい幸せな夜です。なのでそんな今日当たってきて今帰ってきたので、めちゃめちゃいい流れで今日大村、明日の大村さんの優勝戦予想をできると思いますので、ぜひ皆さん期待していただければと思います。それでは早速明日4月12日の12レース目ボートレース大村さんの優勝戦予想を発表させていただきたいと思います。私の予想はこちらです。じゃじゃん。1221流し各1000円と14流しでいきたいと思います。どうですかね。まあ、まずボートレース大村さん、まあ、陰が強い女王なので、まあ、インが逃げるんじゃないかなと。結構準優勝戦は結構インが飛んだことが多い、3レース中2レース1頭じゃなかったのかならしいんですけど、まあ、優勝戦は1がやはり逃げてくれるんじゃないかなと、ちょっと出走表を見ながらちょっとしていきたいと思います。まあそうですね、松田選手がしっかりイン逃げてくれると信じて1頭を中心に買ってみました。どうですかね。まあ1、2返し2、1は悩んだんですけど、もしも私いつも買い方こんな感じなんですけど、もうなんか予想ここは返しとかないと後悔することが多いので、ここはいつも返すようにしてます。なので1221も買ってます。はい、まあ、松田選手、一号艇の松田選手はインも強い選手ですし、まあ、大村ボートレース大村インが来る上ですので、まあここは固く逃げてくれるんじゃないかなと思って1位頭を中心に買っております。では2号艇の深川選手も勝率も高いですし、今節調子もいいみたいで、しっかり成績もいいので、まあそこに松田選手が一気に逃げてその後について1号艇2号艇ってそのまま行くんじゃないかなと思って1221、まあ返しも買ってます。で流しに3着目は流しにしております。そしてもう一個は14流しは、まあ、それも松田選手が一気に逃げていって、まあ角の古月選手も勝率もいいですし成績もいいということで、まあ角から一気に切り込んでいってまくって2着にあるんじゃないかなと思って14流しも買ってみました。まあそれが各500円ですね。まあちょっとオッズとか 見ずにこんな前日にあの予想するのは私初めてなので、いつもオッズに左右されちゃうんですけど、まあ左右されずに普通にシンプルに当てに行きました。いかがでしょうか。深川選手
はね、夜調子いいとか書いてるんで、明日い夜いいんじゃないでしょうか。優勝戦も期待しております。ぜひ当たりますように。それでは皆さん、島田玲奈でした。バイバーイ。